ワンちゃんとエモいてハテナ。これタイトルね。ワンちゃんの使い方それで合ってる。エモいもね。そう。エモいは今でもちょっと難しい。散る。散るってるとか。散るってるね。ジェシーって何？青年会議所。中学生。青年会議所って何？農協農協全農じゃない。もうチルはでも今やめた方がいい。もう終わってる。もう毒の昔は終わってると思うから新しいと思って使わないで。あどう、あんまりまだ理解できない。 Y2K わかる。 Y2K 今のトレンド。チャックでしょ。チャック。チャックの前でしょ。違う。チャックの前。違う。国内シェアのままみたいな。それ YKK。 そうなんですよ。 Y2K わかる。Y2K? ファッションのトレンドとか音楽もそうだけど、うん、今 Y2K よ。ちょごめんわかんない。 Y2K は Year 2000、 K はキロだから、うん、1000なわけよ。あ2000だから2000年代の前半ぐらいの今ファッションチビティのさ、へそ出しとかでダボパンとか、はいはいはい、で音楽もその辺のやつとか流行ってるじゃん。うーん、流行ってる。 Y2K ファッションとか、 Y2K ファッションとか、へえ、もうジョナゴールドまさにそうだ。そうそうそう、今まさにジョナの、うん、写真とかって、うん、Y2K ファッションがっつりだけど、うわあ、私だけイトーヨーカドーのさ弘前に、あの時また弘前にしかイトーヨーカドーなくて、うん、もうすんごいテーマパーク気分で行ったわけおばちゃんに連れてってもらって2000年はもうちょっとなんかあったんじゃないの。もうちょっと前だけど、うん、で行ってさ、1階のさ、うん、あれはなんだかな、ハニーズかな、何の、まあ、ハニーズまだない。あのさ、イーストボーイじゃない。違う。どうだろう。昔さ、今、うん、無印やったとこにさ、うん、イーストボーイやってさ、うん、あのラルフローレン買えない人がさ、うん、こんなこと言ったらイーストボーイに失礼だよねラルフローレンのあのマークの、うん、あれをイーストボーイ懐かしい。あとイーストボーイのさ、紺のハイソックスとか履いてる恋だな。痛いだ。だってイヤー2000後ろはちょうどさ、うん、中高生ぐらいだから。そうだね。中学校の時はまだまあのルーズソックスだったよね。高校生の時、うん、紺ハイソとルーズが混ざってたけど、うんうん、やっぱ弘前高校はちょっと清楚寄りだから、うん、どっちかっていうと、うん、紺ハイソの方が多かったかな。うんうん、明けの星はもう指定のソックスがあったからね。ああ A って書いた、うん、しかも三つ折りソックスっていうのがあって、なんていうの、くるぶしで三つ折りソックス上がるよ。今考えれば可愛いけどね。でもそれって中学生だけじゃなくて高校生になってもそれなの。高校生がソックスが、今なら中高一貫だけど、私の時は高校しかなかったからさ。めっちゃ厳しくない？高校でめっちゃ厳しかったよ。なんかさ、折れないタイプのスカートなんだよね。ジャンパースカートじゃない、夏ね、明けの星って。夏、うん、夏ね、だよね。冬は短いあのブレザーなのよ。うーん、で普通のこういう襟じゃなくてこういう襟だし、こう帽体みたいな。そうだから全然こう改造しにくい。でなおかつそこにこう指定のえって書いた、明けの星のえって書いたソックスで、だから高校はあんまりこうそういう遊びが正直私はできなかったけどね。なんかさ、中学校の方がそう考えなら、うん、うちの高校ってめっちゃ自由だったから、うん、まあね、今どうか分かんないけど、うん、蝶ネクタイだよねって。蝶ネクタイで、しかも、うん、なんていうの、このパフスリーブっていうかさ、うん、ボンボリ蝶チン袖の、うん、でもそれもそれじゃなくてもいいの。え、それ聖火服って言って、うん、あの指定のブラウスあって、うん、あの蝶ネクタイ、うんうん、もう広高生っぽいから、うん、してる子いたんだけど、うん、でも普通のワイシャツの半袖の子とかもいた。へえ、それはさ、学校指定のシャツなの？てかさ、うちらめっちゃ自由だった、そう考えると。髪とかも、うん、パーマかけてる子も普通にいたし、ールーズの子もいたし、私だって学ランの中にパーカーとか着てたもん。おしゃれ。今の大体あのあれだよ、あの仲間由紀恵のクラスの子だよ。そうだよ、うん、極戦、極戦にいたがっていうぐらいの、うん、あのその子だよ、うん、いやすごいね、自由だったかも。広高ってめちゃくちゃ頭いいのにそんなに自由なんだね。いいんだね。なんか、うん、だって1番か2番でしょ。弘前だったら、うん、県だったらもういつも3番よ。あ、そうなの。成功と八戸にはやっぱ勝てない。そうなの。分かんない。いや、もう私からしたらもうその上位校。でも、うん、ここより上みんな行くから本当に東大行くような人もいれば、うんうん、私たちみたいなうぞうむぞうも入るから。うぞうむぞう。本当うぞうむぞうも入るから全然あれだけど、なんかイメージ違う。ほら私放送部でさ、あ、結構強いもんね。強いじゃん、うん、で一個上にものすごい先輩で、うん、近田美沙さんっていうんだけど、アナウンサー同級生だから。そうそうそう、でしょ、みやん。でみやんみやん、美沙先輩がいて、あのいつもこうピッとして、ちょっと待って、あ、
そうね、細部とかはやっぱちゃんとしてるかも、文化部の人とかは。綺麗だった、うん、すごかった気がする、うん、全国大会かなり上まで行ったね、2位とかじゃない、うん、マジで部活とか人のやってる部活とかマジで分かんない。何部？あ、吹奏楽だっけ。吹奏楽、うん、あ、ずっと吹奏楽なんだ中高はね。でも別に何だろう、ドライだよね、もうそういうのもドライだった。だから改造した制服を楽しむとか、うん、なんかわざわざ校則違反をしておごられるカロリーをそんなとこに使わなくても、うん、この後別に受験して東京の大学行ったらいくらでも好きなことできるから、別に今無理してやんなくてもいいかもっていう悟りがね、すっごい大人だったと思う、みんな。もう同級生、もう私の中学校なんてすごかったよ。あ、そう、うん、もうヤンキー真っ盛りの我々時代じゃないですか。いや、だからそれが分かんないのよ、ヤンキーとかいないもんか。津軽中学校にヤンキーはいなかった。分かんない、津軽中学校に行っても私たちの時代のヤンキーなんて可愛いもんじゃない。分かんない、私の学校学年は少なくともそんなにヤバくないと思う。たまに学校に来ない子とかいたりするけど、窓ガラス割れてるとか、うん、なんかすごい暴力みたいなこととか、ない経験ない、自分が分かんない、自分があんまり知らなかっただけなのかな。私が感じ悪かったと思う、そういう、そういう同級生の年相応のいざこざみたいなものに対して全く興味がなかった。どっちかっていうとさ、うん、ガリ弁じゃなかったけど、ガリ弁タイプに思われてたんじゃない。あの生徒会とかやってたし、あ、でもさ、生徒会の人スピーチコンテストとか出てたし、うんうん、そういう人ってさ、ちょっと違うジャンルだよね、うん、違うジャンルだったか。目立つ中でもさ、例えばスポーツとか、あの普通にかっこいいヤンキーとかあるけど、ちやほやも全くされてないし、人気者でも全くないけど、いじめられもせず、なんかしれっと普通に終わったって感じだった。なんの悪いけど、中高の思い出なんもないよ、全然。いい思い出もなければ悪い思い出もないって感じ。まあ、私高校の部活一色だから、あの1ミリも踊りたいと思わないんだけど、そういうくらい一生懸命なんか打ち込んだってものがあればいいのかもな。あるじゃん、ピアノ入団に。だってピアノ入団なんて23C とかだもん。もうだってやれば何十年でしょ。ちょっと言い過ぎた、何十年でしょ。でも全然今やってないしね。しかもその時やってたことを、うん、なんかあの時どうだったとか全く思い出さない、うん、全然。私もさ、あの過去本当興味ないのよ、どうでもいい。でそれも含めでエモいんじゃない、うん、エモい、それも含めでエモいんじゃないですか。中学校のさ、うん、改造の話してもいい？いいよ、じゃあ今日それで終わろう。中学校何改造したの？私たちは中学校は、うんうん、ザックを、あ、ザックね、ザックを何も入れないで、わかる、ぺちゃんこに潰した上に、あのさ、上にビームスの、ビームス斜めにかけるビニールのさ、ある黄色でしょ、片方だけのさ、なんか片方リュックみたいな、ナップサックみたいな、斜めにやるよ、ムラスポ、ヒスヒス、ヒスもあったよ、ヒスもあったよ、ヒスもあったよ、ビームスの、もうさ、そんなさ、袋さ、私はさ、一枚も持ってないわけ。うん、だって買ったことないんだけど、うん、でも欲しいわけよ。修学旅行に行ったさ、先輩とかがさ、うんうん、ラスポの袋とかくれなかった、くれなかった、誰も私に袋はくれなかった。あ、そう、うん、違う袋下げてたよね、斜めのやつ。そう、あの弘前はさ、それこそ文化や雑貨店とかで売ってたわけよ。あ、弘前はさ、あとさ、うん、タイロンっていうさ、うん、伊藤さん、タイロンわかります？わかんない、ちょっとさ、ストリート系のさ、うん、なんかスニーカーとかさ、ふふやの名前、たださ、ブルーに、うん、赤とかオレンジとかでタイロンだったと思うんだよな、うん、あ、タイロンの袋はさ、弘前でさ、かなりイケメンだよ。あー、わかる、袋あるあるだよね、袋あるある、うん、あの当時袋いっぱい持ってた、うん、だからなのかな、シャネルとかさ、ああいうブランド物の袋を捨てられないのはそのせいなのかな、女って、今の私たちみたいなのって、あ、紙袋ね、その高級ブランド品袋入れ袋みたいなのがさ、存在するよね、ある。でそれをなんかちょっといいものを入れて、あの友達なんか渡さなきゃいけないなっていう時に出したりする、ね、あ、人避ける時は、確かに人避ける時用に私もブランドの紙袋はあるけど、うん、でも私さ、10枚以上取っとかないからスカスカ捨てていくようにしてる、さっぱりなんだ、うん、あと紙袋を大量に持ってる人があんま好きじゃない。うん、わかる、どういうこと、わかるとか言ったけど、ちっちゃいバッグに入れで、うんうん、プラスで紙袋も持ってる人とかいるじゃん、お弁当入れたりとか、会食仕事に行く時とかでも何個の袋に分けてる人いるじゃん、うん、紙袋自体をバッグとして普段から使ってる人とかもいるじゃん、いるいる、物を入れるために、うんうん、私甘すぎじゃないわけ、うん、私も普通のバッグにしちゃうな、もう
でもそれやってる人もいるから悪口になっちゃうわこれ以上言うと。そうだね、うん、だってでもバッグは多いよ私。その日の自分の荷物の量に合ったバッグを1個使えばいいじゃんって私は思っちゃうわけ。結構デカバッグ持つよね。私結構デカバッグ、うん、でも極端中途半端バッグない、あのすっげーちっちゃい生いねじゃんっていうバッグが、うん、でっかいのがどっちかかな、うんね、バッグ自体は持ってるけど1個以上を持ちたくないっていうか、うんうんうん、すごいなんか紙袋一番嫌だ持ちたくない。あの物もらって帰る時とか、うん、お菓子もらってとか、うん、買い物した後だったらいいよ、うん、でもさあれを、うん、あでも取っ手が取れる重い、それはわかるよ、ね、バッグじゃねえからって思っちゃうんだよ、うん、それはバッグではない紙袋だからね、うん、でもまあ使ってる人もいるからあんまり悪く言えないけど、うん、そうだね。あ中学校のバッグはここの綿物入れなかった、みんなここのクッションつけるじゃん重いように。ここ私たちのバッグにそこに綿入ってなかった本当、うん、入ってたわけで綿も脱いで、であとさカッチンってやるとこあるじゃん、あるあのカッチンのところの糸を脱いで最大限まで短くするわけ。でこうペッて裏にこう蓋をさカチャって取ってやるじゃん、まあ、私はあそこに嵐の名前をみんな書いて、ね、なんでさあんなさ、うん、ダサいのにこだわってやってたんだろうね。わかんないよね本当に。それはもう糸という糸脱がなかったジャージとかのここの線の糸とか、あとなんか、うん、私だからその頃からませてだから怒られてまでやることって思ったり、あとやってもダサいジャージなのは変わらないよって思って、だったら家帰って着替えたいって思っちゃって、そこにそんなになんか労力使ってなかったから。全力よこっちは。だちょっといけすかなかったかもしれない。だからあんま友達いねえね今地元なのに友達いねえんだから本当に。お盆だっつってんのに誰からも連絡来ねえんだから、クソ性格悪かったんだろうなと思う。ジャージのさ下のところにさこう卒業アルバム入れてこう、こう何アイロンでさ伸ばしてさ、であれ不良になればなるほど広くなってくわけ。え中にちょうちん入ってんのぐらいのこうパコッとなってるやつ。知らない、なんか私その改造の仕方も知らないわ、うん、でさアルバム入れればいいって聞いたわけで初め、うん、その言葉しか聞いてないわけ。アルバム入れれば広がるらしいよっつって何入れたと思う私。知らない。 CD のアルバム入れたの、うん、伸びねえから全然伸びねえのよ。だってあれ卒業アルバム入れなきゃいけないのに、ね、それ考えればわかると思うよ。アルバムって言ったらもうさあのアルバムだなって思った。いや全然そう思わない。あとジャンプとかね、みんな入れてたね。楽しかったよ。今とかも一番普通に着てる子一番いいなと思う。わかる。今となっちゃそうだよ、うん、でも今の子いないよそんな改造してるような子。わかる。何だったのあれ、私たちのあれは、あの時代は。私体大きかったからさ、うん、購買でさ、うん、みんなジャージ買うわけ、うん、でさやっぱ1年生のうちはさジャストサイズ着てないとさ先輩にも先生にも言われるわけ、うん、でもさ3年生とかに上がっていくうちにさ、うんうん、やっぱ女子だけどダボッとさせたかったりとか、うん、させたいさせたい。わかる。下のさ裾がさキュッてなってんだけど、うん、ダボッとしすぎで被るのよ。あーなるほどね。ゴムなしルーズみたいにデロンってなって、うんうん、ゴムのとこが見えないのがかっこいいとされてて、うん、でだけど身長大きい人じゃないと、うん、サイズ合ってないじゃんって言って購買でジャージ売ってくれないから、私めっちゃ身長でかかったから、うん、何本さ 3X3L を私何本買ったか代わりに友達の代わりにあいつ何本ジャージやってまるんですって何本すげえ買ってるじゃんっていう。私なんてあの内履きペコペコなってんのになんかもういいらしいなと思って買わねくてさ、先生にもうご来だぐらいも後ろペコペコなってでも買ってねえのに、うん、ジャージの下だけめっちゃ買ってたよいっぱい。頼まれねえ。もうエモいの話から全然逆にエモいよ今この話は。でも今の子はさもうインスタとかあるから分かってると思う、うん、そういう基準がさそんな狭い世界じゃない、うん、うちらの時は情報がないから狭い世界で競ってたね、うんうん、あの眉毛だけ細かったわかる。私もおいや細いへの字ツンク眉毛はしっかり角度ついてた。